ファミツアップ編集部の田中です。そして部長、今日はトロフィーさっきやってたんですけど、その続きをやっていきたいと思います。キメラのね、 D1 が無事取れたんでね、これね、無事取れたので残り4回いけるんで、今次はね、マーマン狙ってるんですよ。だからマーマンに必要な、まずこのキラー B を D1 から D3 か D3 からね、ちょっとやってるんですよね。以前ちょっとやったのかな。なんでこれでやっていきたいと思います。4戦しかできないですからね、大事にいきたいですよね。200ルビーチケットなんで4戦ですけど、お、早速 D1 取ったキメラ。あ、やべ、お着替えしてくるの忘れた。お着替えしときゃよかったね、せっかく取ったからね。うわ、ダイヤの城じゃん、やばいよこれ、強そうだな。どのぐらいで取れんのかな。大砲撃ってこうか、反応するんじゃないこれ。うわー、めんどくさー、これ砦で近いの大嫌いなんだよね。でもキラー B すげえ強い。あ、でも相手の人は地上が強そうだね、だいぶね。空はないのかもしんない。なかなかでも今の良かったんじゃない。ガンガン行こう。前に壁がある間にね、ここはもう一気に倒すよ。あのサキバスは前に壁がある間に出していきたいんで、後ろはもう全部8でしょ、あれもう見てらんないよ。さすがにこれはいけたんじゃないか。 OKOK、ゴリゴリな感じでしたけど。あとは砦で取られないようにちょっと注意してみとこう。サイクロプスね、リーダーじゃないのに頑張ってますよ。ゲイ、2倍じゃん、しかも2倍で40で1000、どんぐらい ?200 ぐらい入るの。あ、320。やった。はい、行きましょう。あー、ちょっと迎撃寄りすぎだろう。ダメだ、ヒュドラはレベル1なんでね、これもダメだ。一人3回できるのは、あ、またキメラ来た。これいいんじゃない、一番また2倍だしね。よしよしよし、取っていきたいけど、1個取れればいいけどね、打ってこないですね。取れんじゃないこれ、無理か、そこだけは取らして。あー、ドラゴンライダー超めんどくさい。スクリームで倒そう。こっちに釣って、あー、ちょっと待って待って、予定と違うんだけど、もうちょっと潜ってほしいんだよ、早く潜って。あ、でもこれだいぶ相手の人コスト使ってくれてますね。このなんだっけ、マンドラにもう一回置こう。あー、そうだよね、さすが届かないんだよね、あそこはね。これ真ん中かな。攻めがいないのかもしれないね、やっぱそうだよね。強引にあそこ突破しようかな。
時間ないしね。絶対的にもう、まあ人によるんでしょうけど、ドラゴンライダーに大砲は絶対撃たないようにしてるんで、まあ絶対じゃないか、ほぼ撃たないんで。進撃がな弱いよね。もういいや、まあ引き分けで。ちょっと面白くない戦いですいません。こんな、まあこんなこともたまにはねあるでしょう。大型いなかったんですかね、相手の人ね。2倍だしね。200、残り2000なんでね、稼げるだけ稼ぎたいですけど。あー、やっぱまた進撃弱いんだよな。行くけど、うん、強そうな人だな。マタンゴがだいぶ強いんでね、なんともなるでしょ。結構守りは硬いでしょ。上から行こう、8。あー反応しない。もう一発。うわ取られんの。カニには毒。カニには毒なんだけど、毒かけたいな。あ、よし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 。あのアマゾネスは8で倒そう。斜め45度ぐらいから入れば、あ、食らってる。大体食らわないで倒せます。これ今食らっちゃってます、大きい血がね。蜂には毒、あ、カニには毒。アマゾネスが厄介だな。毒かかってくんないの。これもう攻め手がなくなってきたぞ。今のうちにあのカニを倒しておきたい。よし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 、いいよ。そのエルフはキメラで倒そうか。なんか出てくんの。うわいっぱい出てきたよ。重ねられてると厄介なんで、一旦ちょっと落ち着いてからね。うわ強っ、何これ、大地切り超強いんだけど。これは引き上げまだ持っていきたいところ。せめてね、 HP 長い。チビドラ、これなんだ、リーダーなのかな。これゴーレム出てきちゃいましたね。これは相手でもないよね、もうね、遠距離ね。あー、なかなか厳しい。押しが強かったですね。引き分け。はい、本日ラストいきましょう。これあー、なかなかいいんじゃないかな。太っちょいるしね。現役もまあキラビーいるんで、相手がね、ちょっとね、大型をどんだけ引いてるかポイントでしょうけど、大型2体引かれてたら相当きついっすね。1体だったらサイクロプスでなんとかなる気がする。
ビッチ男取れると嬉しいけど、あー無理か。これまた、うーわめんどくさダメだもうこれ、こんなのやってられん、さすがに無理。これはどうなってんだろうこれ。あー無理でしょこれ。あそこは、あの位置はスルーもできんし、あでもそんなトレントは全然育ってないね。これいけんじゃないか、4つして、ここを押さえとこう。対空もないんでしょきっとゴーストがめんどくさ。どうだ、入ってるね、入ってるよ。ウサギが強い。あとはここだ、後ろ。あれこれ取れんじゃない、一番奥無理、こっちが取られちゃった。あでもこれ大丈夫か、一応押さえとこう。どうだろうこれ、干渉ない。あー無理だまあいっか、あのこの位置のおじさんきついでしょ、鳥でね増やしちゃってるもんね。はい、そんな形でね、もうちょいキラビーやってきますよ。また D1 まで行けたら、ね、動画の方もやっていきたいと思いますけどね。ありがとうございました。